やっぱバーベキューって焼く人とか食べる人だけで成り立ってんじゃないんだよ。こうやってサラダにする、玉ねぎとか切る、そういう人がいて成り立つわけ、バーベキューは。佐藤さん、だからこういう人たちにもスポットライト当ててほしいと俺は思う。要はね、佐藤さんにとって玉ねぎって何ですか？僕にとって玉ねぎとは要するに何て言ったらいいんでしょうかね、やっぱり母みたいな存在ですね。私を産んでくれた私の全て、母、玉ねぎが私を産んでくれたんだと思います。何でこれ、ありがとうございます。合わせた。木戸さんにとって玉ねぎって何ですか？そうですね、俺もね、俺もじゃない、僕が辛い時、悲しい時、その時いつもそばにいてくれたのは母でもなく父でもなく、そう、玉ねぎでした。小泉さんにとって玉ねぎって何ですか？やっぱ玉ねぎっていうのはまあ枯山水だと思うんですよ。そう、やっぱ枯山水ね、あ、玉ねぎのがこう層になってるじゃないですか。枯山水1年生2年生3年生4年生、そのまあそうですよ、いわゆるその層がもうこのみっちりしてるこの仲の良さイコール枯山水イコール玉ねぎオニオン、そういうこと。その自分ってもうちょっとかっこよかったけれど、僕が歩いてきた日々と道のりを本当は自分って言うらしい。あのな、お前言ってるけどな、恋愛と玉ねぎって一緒なんでしょ。恋愛というのもいくつもの層があるけど、玉ねぎ、玉ねぎをちょっと見てみる、ほらいくつも層があるだろ。これだな、これが恋愛と一緒なんだよ、いわゆる Love is onion。 わかった。Love is onion.